それぞれ思いを持って生きている。なかなか口には出さないけど、それを伝える勇気ができれば、きっと今より笑顔になれるから。強いように見える人ほど、過去の経験そうさせている。一つ一つの悩みを乗り越えて、今の自分作ってる。でもでも悩みは尽きないから、今も絶対胸に抱えている。辛いきついなんて言えないから、どうにか一人で耐えようとしてる。ちょっとだけ聞いて、今悩んでるこれを伝えるには勇気がいるけど、少しでも吐き出すことだけで今より光が見えてくるから、一人で抱え込まないで、いつからなのか夢を語ることに人を選ぶようになったのは、あれしたいこうなりたいって理想あるのに、堂々と言葉にできないもどかしさ。でもでも理想は消えないから、今も絶対胸に秘め持ってる。いつかできればいいなって思うけど、いつも想像するだけで終わってる。何歳になっても夢を語ることは簡単にできることじゃないけど、素直な思いを伝えるだけで今より光は見えてくるから、心の声を大事にしよう。まずは素直な気持ちと向き合うこと、今私が何を持っているのかを、あなたを助けたい力になりたいって人がいること忘れないでね。夢を語ることプラスにしか動かないから、自信持って伝えよう。